白木麺を研ぐ専用で、今どき専用で使ってると美味しい。これなんで私が取材に行ってないんでしたっけ。うるさいからそう言わないでください。こんにちは、日野住処ニュースの時間です。今回も日野住処で起こった出来事を皆さんにお伝えできればと思います。今回新潟県与板市で開催されたカンナの大会ケズロー会、こちらの様子を収めた日野住処チャンネルと動画がテレビ局のニュースに紹介されました。まずはこちらの動画をご覧ください。YouTube で68万回以上再生されているカンナ削りの動画。思わず見入ってしまうこのカンナ削りは、木材を平らにするだけでなく、削る薄さを微調整して滑らかに仕上げることが求められていて、職人の技術が詰まっているんです。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。少し大人の事情もありまして、全部流すっていうのが厳しいものはあるんですけども、木の住処の部分はこんな感じで紹介されたよっていうところですね。以前なんですけども、石川県金沢市のテレビ局さんに私の方がこんな感じで取材受けた時もあったんですけども、やはりそれとは違って、木の住処の職人さん、棟梁っていうところをご覧になっていただけたっていうのはすごい嬉しいなっていうところかなとも思います。で、今回なんですけども、これだけの動画で終わっちゃうと何かちょっと味気ない動画にもなってしまいますので、ただの報告動画みたいなところにもなってしまいますので、この後ですね、職人さんのところに行って、カンナの削ろう会に出た棟梁のところにちょっとご報告っていうところと、ちょっとそこで削ってもらおうかなっていうのも考えてますので、それではぜひご覧ください。はい、ということで棟梁のところをやってきました。棟梁、今日はよろしくお願いします。どうですか、テレビに取り上げてもらった感想は。なんとなく実感ないけどね。でも嬉しいですよね。まあね。で、今日棟梁に出た記念じゃないですけども、その与板の大会の時みたいにミクロンを出してもらおうかなと、カンナの薄削りをお願いしようかなと思いますので、今日使うカンナはどの子になりますか。今日はね、メインがこれかね。なるほど。前動画でも説明していただきましたけど、一枚刃ですかね。一枚刃、ね、の方がなんかかっこいいですよね。うん、まあみんなそうだけど、一枚刃だと。本当だ。ちなみに今後ろで声もしてますが、今日はこの削ろう会の薄削りの練習を集まってやってる、ええ、なので皆さんのもしかしたら声があるかもしれませんが今作業場なんで、おそらく音声に扇風機の音が入っちゃってるかもしれませんが、その辺は皆さんにご了承いただいて。暑くて結構風回しちゃってるから、材料の水気が抜けたりで、うん、今日は数字が多分あんまり出ないと思うんですが、失礼しました。よろしくお願いします。棟梁、これ前もトイレとか撮らせてもらったじゃないですか、うん、これ左と右で色が違うじゃないですか。こっちの砥石と、そう、こっちの砥石って何が違うの。石が違うよね。こっちが、こっちは天然砥石、こっちは人造砥石で、こっちはこっちのしのぎ面を研ぐ専用で、こっちはもう岩砥専用で使ってる砥石。しのぎ面っていうのは斜めの方。そうそうそう、斜めの。こっちの斜め、切れ刃がついてる方で、裏っていうのがあっち、そっちがそっちの人造使ってるんだけど、この裏取り専用で、この位置は何か違うんですか。目が違う、番手も違うし、石によって硬さ
があって、うん、カンナは裏で切るって言うんだけど、うん、裏の平面の性別が上がらないとダメなんだけど、裏の刃先を特に注意して研ぐんだけど、硬い石で刃先が研げなくても、この砥石は柔らかめなんで、うん、癖がついて早めにこの刃先が研げるっていう風な感じで、これを裏専用で使ってます。なるほど。斜めの方はこっち、手で研ぐ。そうそう。俺はね、まあいろいろ人によってやり方違うけどね。なるほど。俺はそんな風に考えてやってます。ああこれか、こぼれてるところ。これがダメならダメだからね。今刃先がこぼれてて、そこが研げないとそこがこぼれるよね、うん、それなんで普段こうぴったり当てて研ぐんだけど、裏技ってこともないけど、今度は刃先研ぎって言うんだけど、普通より気持ち立てて刃先だけ立てて欠けてるところをなくしちゃいます。力技みたいな感じかね。これやると基本的にこの平面を研いで減らすんで、ハサミだけ角度こうなっちゃうでしょ。で今度またこれを直すのは、またこの平面作るのかならないんで、刃をきちんと直すのがまた大変なので、あまりやりたくはないんだけど、応急処置みたいな感じでやむを得ない時の。5だね。材料が暴れてるだね。でも5でもすごいんじゃないですか。この間ね、しんちゃん来なかったヨイタ良かったんだよ。私が行かなかったヨイタ、そんな。しんちゃんが来ないとこんな感じ。4ミクロン4ミクロン3ミクロン。ああ、これなんで私が取材に行ってないんでしたっけ。うるさいから。そう言わないでください。意外と調子がいいんだ。でも4ミクロン4ミクロン3ミクロンだいぶいい数字ですもんね。だいぶ良かったね。じゃあ今度はそれを見せてもらえるように私ついていきますんで。いや来なくて結構。またお願いします。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。カンナの技術って研ぐところもあれば、どんだけ薄くできるのみたいなところもありますよね。また火の住処のショート動画では一番多いやつだと800万回再生ぐらい、まあ、800万回を超えた動画もあったりもするので、ぜひ火の住処をお手伝いいただいている職人さんたちを皆さんご覧になっていただければと思います。ということで、この動画が良かったよという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。また棟梁や職人さんたち、あとは火の住処のスタッフが作り上げたルームツアーだったりとかも今後どんどん上げていきますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。またのご視聴お待ちしております。ありがとうございました。